ガンちゃんは、えー、まだありますかネタはあるよ、まだガンちゃん。はい。まだあります。個別でね、写真もあるんで。はい。米津玄師さんは面識ありますか米津君はね、1個ちょっとおもろい写真あります。あの、ツイッターでポロッと出すわ1回。はい。これもちょっとプチ爆弾かもしれないけど、昔、伊藤秀明がね、マジックマッシュルームやってスポンポンになってコンビニ行ったって時期覚えてます、みんな。あれはマジックマッシュルームじゃないです。はい。違うものをやってました。もう時効やけどね。うん。あの、違うドラッグをやってて、 ぶっ飛んでスポン,ポンでコンビニ行きましたでそれを当時の事務所、えー、A チームが、えー、もみ消してます。はい、で当時合法というものでやってたマジックマッシュルームをやってスポンポンになったって言ってます。はい、これはね多分エクスタシーですその時やってたのは。な、は、ぜ、い、かというと僕ら一緒にその時みんなで遊んでました。で多分彼はそういうことをやってて勝手にいなくなっちゃってスポンポンでそういうとこ行っちゃったので。 次の日にニュースになってて僕らもびっくりしました。で、誰も、まあ僕らもドラゴもやってなかったし、マジックマッシュもやってなかったんですけど、マジックマッシュルームやって、裸でって、みんなでカラオケボックスすのに、マジックマッシュルやったらみんなが多分煙出るからみんながぐちゃぐちゃになっちゃうから、あれは結構ね、あの俺は芸能界の闇を知った初めての一端であるって言ったらおかしい。まあ、あの時秀明まだめっちゃ若かったんちゃうかな。20前半やったと思います。あれはマジックマッシュじゃないです。もう A チームさんが、えー、総力を消して、消してると思います。はい。 うん、小出圭介ってその大阪のね、ドンタコスって俺めっちゃ嫌いなやつおんねんけど、今スカウトやったやつかな。うん、こいつが、えー、いわゆる未成年の女の子をアテンドして、小出圭介。で、それを、えー、セラミックまつわれた歯白やつ覚えてるあいつと供託して、筒持たせを刺した。で、それはアミズに伝えたし、のりは。うん。うん、そこで遊んでたもう小出圭介がダメです。小出圭介さんの未成年やつははめられたんでしょうかはめられて今、今、ちょうどその話だよね。ガチはめ。うん。まあ、だからなぜ事務所が守らなかった。 まあガチのやっぱり未成年やったから守りようがなかったよね、多分向こうだって元からその週刊誌に出すつもりでやってるから、お金払わんかったら止まらんでしょ、それって。まあお金払ったんかもしれんしね。払ったけどさらされた可能性はあるから。俺なんかさ、今その映画監督の件でいろいろ流れていってるやんか。俺ね、誰のことやるかって名前だけ言っときます。河村元気。河村元気わかるよね、みんな。うん。河村元気のことを叩きます。あのクソプロデューサーというか監督というか、裏で何やってるかとか。 うん、やるんで楽しみにしといてください。河村さん楽しみにしとけあんた。あんたの今の一泣なくなんでほんまに。女がーしいこと大島舞ちゃんと面識めちゃめちゃあるよ。前がねお笑い番組で俺のこと振られてもう TKO の木下がかすむぐらいおもろい返ししてたんや俺あれ見た時に前、まあ、やっぱおもろいなと思ってんけど昔ふと思い出す時にまだ前がもちろん AKB で俺結構よう遊んでたんや。でその時に前が言ったのがまあ東君と俺のこと言うから。 いや東君と遊んだ次の日にバラエティの収録があるとトーク力が上がってるって言ってた俺と喋ることによってねだやっぱあいつすげえおもろいなと思ったあの時のあの会社は天才的やなと思った芸人のねあの木下の100倍ぐらい面白かったですはい俺ほらカジノ好きやったって言ってないでしょ俺韓国のカジノ行くたびに普通のビップルームじゃないとこで伊藤美咲と京楽社長がいつももういっちゃいちゃこれいちゃこれしながらカジノやってました もうキスしたりね、周りに日本人おらんと思ってるのか知らんけど、もうこうやった気合いなら、こうやってもう酒飲みながったから、我見た時に、伊藤美咲すごいなと思って、まだ結婚発表とかする前やったから、ようやってんな、こんなことって思いました。それがめっちゃ思い出深いです。俺ね、中田康隆さんのね、ずっと付き合った彼女知ってんのよ。こいつの性癖えグいよ、ほんまに。朝起きて全く濡れてないとこに突っ込むのよ。一物を。そしたら男側もチいてるし、女の子も酒でチいてるから。 ほほんんんままにに終わっってててるるるととと思う人として間違ってるよねそんなことやるのほんまに、うん、俺ねこれ高倉健さんで一個あるのがこれヒュッてええんかな俺もね、まあ、あ,るある大物タレントさんが聞いた話です、えー、日本で一番驚くゲイカップルはみたいなこと聞かされたときに高倉健さんと長嶋茂雄さんが付き合ったみたいな話を聞いていまだに俺の中ではそれ都市伝説やねんけど事実か事実じゃないかは、えー、皆さん次第です俺には分かんないですはい だそういう話を一回聞かされたことがありますってことです。はい。